伊勢湾に面する三重県長島町は人口9000人、半農半漁の静かな水郷の町です。今沖ではノリ取りの真っ最中。周りを川と海に囲まれ、そして町は大部分が海抜ゼロメートルという低地のため、伊勢湾台風の時は完全に水の底に沈んだと言われます。眠ったような静かな長島、水に苦しめられたこの町に、水は水でも黄金の水、温泉が出たのだから大変です。この恵みの湯は全財産をつぎ込み天然ガス探しに精を出していた大谷さんがその発見者。早速ガスをお湯に乗り換えることにしました。こうして財界や地元団体を動かし、長島観光開発なる会社を設立。田んぼの真ん中にどっかとあぐらをかいた白亜の殿堂、これが温泉を中心にした総合娯楽センターです。営業開始と同時にお湯を浸って詰めかける車の行列。ありがたいお客さんのラッシュです。それでは大谷さんでなくとも笑いが止まらぬことでしょう。全く突然出現した温泉郷に、オラガ町のお湯は自慢の種となりました。この湯、まさに千金の値。一度に2000人が入れる大浴場、そしてホールでは園芸の催し物が今竹縄です。陳芸に爆笑が渦巻いています。いや、なんともはや、ついにお客さんも浮かれて踊り始めました。こうしてお湯は半農半漁の町長島に一大温泉郷という大きな夢を持たせてくれたようです。